うもエレラリトです。です、こんにちは。よろしくお願いします。はい、はい、そしてね、ゲストに根本ういたん来てくれてます。はい、根本ういです、お願いします。お願いします。さあ、ういたさん、今回のテーマは何でしょう。今回は僕らがいたのはこちら、胸キュンシーンランキング。わーい。あ、ハート作ってるね。32歳ですよね。はい、いや、そう。いや、そう。おかしいな。それいくつになってもね、胸キュンするもんだもんね。本当に。これはちょっと長くなりそうですね。で、僕前にういちゃんとお仕事させてもらって、はい、で、それまでさ、ういちゃんの年齢とか聞いたことなかったんですけど、その後に作家の方から年齢聞いた時にやっぱビビりましたよ。とても32には見えない言動や動きをしてたんで。ああ、なるほど。はい、言われません。はい。はい、はい、めちゃくちゃ言われます。もう変わってないなりなって。なんか昔からね。そうですね。ちょっと頑張ります。頑張ってください。はい、すいません、くしゃみ出ちゃいました。はい。胸キュンランキング。胸キュンね。はい、じゃあ、ういちゃんの第3位から。はい、では行きましょう。はい。じゃじゃん。矢野と七海がバス停でバスを延々と伸ばすシーン。あと一歩、あと一歩って言ってね。これどうですか。いや、まあまあ、わかります、うん。懐かしい気持ちになりましたね。確かになりますよね。うん、なんか、うん、自分もあったなみたいな感じ。ね、うん、いや、とってもいいんですよ、これ。しかも、最終的に矢野が、はい、じゃあもうバス乗るわって言って、うん、乗ってくれるんですよ、ついてきちゃうね。そう。わかりますよ。距離まで、まあ、どのぐらいの距離かわかんないんですけど。うん、逆なのかな、家は。真逆なのかな。ぽいですよ、ね。そうなんだね。そこがお別れのところってことでしょ、うん、下校で。これがなんかやっぱり学生時代ならではだなって思う、うん、でも今こうもう車とか持っちゃってるじゃないですか、大人って。確かにね、送るよみたいな子だから、うん、これはすごく、まあ、学校帰りっていうのがね、そう、確かにね、制服ですよ、うんうん、確かにね、とっても好きですこのシーンは。はい、こういうなんかね、もうお金もないしね、うん、行くとこもないしね、こいつらね、このバスの百何十円でさえ惜しいのに、うん、やっぱ好きだから行っちゃうみたいな、切なさ。 UFO キャッチャー取れなくてね、うん、ジュースも買ってもらったりしてたからね。そうですね、うわー、矢野今お金持っててほしいな。はい、バスね、うん、いや、ちょっと確かに懐かしい。バス乗ったことないからわかんないんだよな。え、その、いや、あの高校とかに行く時とかにバスとか電車とか、あ、一緒にその乗って通うっていうのが中高でなかったかな。あ、そっかそっか、うん、だからちょっとね、わかりませんでした。なんかあるじゃん、別に別れ道よ、バス停じゃなくてもいいわけだもんね、うんうん、これが。そう、あと5分一緒にいよう。あ、だから確かにね、これ言うとあれですよ、もうさっきも言ったかもしれない、さっきとか言ったかもしれないですけど、うん、高校時代とかにやっぱ恋愛をしなかったから。そっか、全くなかったですね。あ、制服デートとか憧れました？全然です。あ、今はどうですか、したかったなとか。いや、僕したことはあるんですよ、うんうん、本当に辛かったです。辛いって何だ。何か事情があったんでしょうね。いや、違う違う違う、辛い事情が。違う違う、やっぱりその精神年齢が俺低かったんだと思うんだよね。その なんか女性と言っても面白くなかったから。なるほど。こういう気分になったことがなかったんですよ。はあ、何歳ぐらいからこういう気分になりました。こういう気分、俺医者に来てるわけじゃないんですよ。すごいインタビュアーか。こういう気分になるか、あんまり今でもないけどね。おへー、なんかその別に、うん、このバスを逃してまで一緒にいたいとか、そういうのはないかな。怖い話。そうなんだ。うん、そっか、いつ かいつか感じれますように。アーメン。アーメンじゃない、死んでるんだよ。死んだだろ、俺今。もったいない、この気持ちが分かんないのは。はい、まあね。あとちょっと、あとちょっとありましたからね。うんうんうん、いや、伊藤は嘘ですからね。あら、なんでだ。なかったですからね。はい、じゃあ僕の第3位ですね。はい、僕の第3位はこちらですね。七海が矢野のお母さんが作った卵焼きを食べるシーンですね。うん、で、七海がね、あ、うん、まあ、他のはなんかね、見た目ほど味大したことないなって言うんですけど、卵焼きだけは本当に美味しいからっつって食べて、うん、わ、本当に美味しいっつったら、うん、矢野が笑ってね、だろって言ったら、あの、キューンってなってるんですね、もう。え、すごい、なんか女の子の気持ちに。いや、キューンって書いてあるの。七海のところにひらがなで。キューンって。確かにキューンって書いてありますね。少女漫画って、うん、あのすぐ相手の家行っちゃうよね。あ、高校時代に付き合ったとかだけで、うん、お母さんの子に合わせちゃうよね。確かに。こんなに合わせる？あ、でも私会ってた。合う、うん、
向こうのお母さんとかにも会うよね。逆に近所だから会ってるかも。そう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 、家しか遊び行くとこないしね、うんうん、そういうこと。あともう事業参観で会ってるしみたいな。事業参観はい、あ、まあ、そういう、うん、運動会とか。ちょっとだから違う世界線で生きてるのかもしれないですね僕は。逆に聞きたいですね世界線の。めっちゃ気になるな。いやめっちゃ良かったですね、そのキュンのシーン ね、 いいね、良かったです。はい、はい、私はですね、はい、なんだかあの2人でなんか一緒にいて、うん、夜のなんか公園みたいなところで、はい、なんて言ったのか分かんないんですけど、うん、矢野がなんか、まあ、とにかく矢野が東京行っちゃうみたいな、うん、時になんか矢野がもぞもぞってなんか言って何を言ったか俺分かんないんですけど、うんうん、それでその次のところで見開きでなんか詩、うん、みたいなのでなんか言ってる、ね、まるで私の心を保つような明るい冬の空浮かび上がったこの思いは不損でしょうか。彼らのために行きたいと心で言うシーン。ねえ、行きたい、その行きたい、生きる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 、やっぱあの俺高校の時に心の中でも一回でも不損って言ったことないかも、ね、いや確かにこれはね、意味が未だに分かんないですね。いやだから、はい、よく分かんないんだけど、俺もよく分かんないよとにかくこんな思い抱いてしまうのは、うんうん、まあ、ダメなんでしょうかみたいなことよね。でも彼のために行きたいって、うんうん、これはやっぱり、ね、笑ってる、笑ってる笑ってます。これはやっぱね、内側に出せます、うんうん、え、内側に出せます。これ、うん、これがやっぱね、うんうんうん、なんか心の中で思ってるとこう自己陶酔、ああ、ななみの自己陶酔ですね、やっぱね、いいなと思ってね。ここはやっぱ良かったよ、あの浮かび上がったこの思いは不損でしょうか。これはね、気に入りましたよ。でたまにちょこちょこ入りますよね、ポエムがね、ポエムが入る、うん、ポエムが入る、すごいです、うん、そこがね、いいですよね。ここの前のは本当ボソボソってなんか矢野が言うのなんて言ってたのか分かる人いる？なんかちょっとあそこ 見ていい？中ちゃん、なんか前のとこ、うん、なんか言ってんだよね、うん、なんか言うよね、ほら守りに切る人間になる。左上のとこよ。え、言ってます？どこ？これですか？うん。言ってはないんじゃない？あ、じゃあそこじゃないの、じゃあ。なんか、うんうん、唇がボソボソと動いたみたいな。すごい、そこまで。いや、そう書いてますよ。うんうん。なんて、何にも書いてなかったんだよな。でも口は動いてたんだ。なんか彼の口がなんとかみたいなの書いてて、東京行くわって言ったのかな、なんて言ったんだろう、うん、まあとにかくちょっとまあいいです、すいませんこんなことを言ってしまうのは不損でしょうか、うん、なるねえ、はい、だって私がこんなことを言ってしまうのは不損でしょうか、そう思いましたよ、言いたいだけじゃないですか不損を、はい、うん、じゃあういちゃんの第2位行きましょう。はい、じゃあ行きましょう、こちら。これはですね、ななみが、矢野がななみに好きだよ、だからどこにも行かないでというシーン。あ、どこででしょう、はい、どこでも行ってそうですけどね、うん、結構言うよね、矢野ってね、こういうのね。そうですね、なんか矢野すごい言いますよ、やっぱ裏切られたくないから、うん、うんうん、一回ね、あの、うん、ななさんを亡くしてるから、うん、で、これ、もう喧嘩したんですよね、うん、一度ね、はいはいはい、それで、多分初めての仲直りだと思うんですよ、うん、それで矢野が、そういうことね、うんうんうん、好きだよ、だからどこにも行かないっていうの、このだって今までナナミに冷たかった矢野が、うん、こんな甘い言葉を言ったんですよ。まあね、そこでドキューンってなりました。ドキューン胸キュンの子じゃない、ドキューンドキューンってなりました。まあね、言えます、何が言えます、これ言ったことあります、こういうことを。ああ、でもそれコントインすれば言えますよねーねどうぞ、言います。いやでもこれはなかなか言えないんじゃない、こんなストレートは。なるほどね、うん、どこにも、いや俺だってうん、どっかに行っちゃうと思ってないもん。あー、そう、確かに、うん、そうですね、うん、どっか行っちゃう前提でしょ、ね、これを素直に言える人はあんまりいないんじゃないですか、うんうん、なかなか。まあね、めっちゃ直球ですもんね、うんうん、まあ重いけど、まあ矢野ならではの言葉、まあ、重いけど矢野ならではの、うん、矢野のあの経験があるからの言葉。そうだね、うん、まあね、いつかいなくなっちゃうかもっていう心配がね、あるっていう、うん、これが好きです、うん、言わないですけどね、なかなかね、はいはい、じゃあ僕の第2位ですね、はい、第2位はこれです。
これまあ矢野じゃなくて高橋なんですけど、うん、まあ、七海が、自分が強くなったのは矢野に出会ったからだよと言った、あ、矢野がね、そういうことか、うんうんうん、自分が強くなったのは矢野に出会ったからだよと言った七海を抱きしめるシーンですね。うわー、はい、雪の、うん、東京で会ってからですよね、これ。そう、めっちゃいいですね、うん、そう、久しぶりに、うんうんうん、抱きしめるシーンですね、うん、矢野が。矢野ね、矢野は結構ベタベタ系なんだよね。そうなんじゃない、うん、かなんでお前は、俺あれですよね、なんでお前は東京に行くなって言ってくれなかったんだよ、うん、そう、なんでお前そんな強いんだよ、つって、うんうん、はって思ったけどね。結局、いや止めてほしいって言ってほしかったんかいって、まあそういうことなんだろうけど ね、うん、男からしたらね。でもそれはそれでね、お母さんについてなかったら後悔してましたし、まあね、でもだから、うん、難しい。これは本当このね、うん、黙って何にも連絡取らなかった矢野の心を、うん、溶かしたこの言葉ね、すごいなと思いましたよ。確かに、うん、わがままなんだよな、矢野はな、うん、まあ、矢野結局自分勝手ですから、うん、そうなんですよね、うん、七海を思ったらね、連絡しますもんね。まあそうそうそう、普通だったらね、心配かけたくないから、うんうん、確かに一番ダメだよ、連絡しないの。まあね、面倒くさくなっちゃったんでしょうね。じゃあもっとダメだよ。もっとダメ、うん、はいはい、うん、まあこれですね、はい、七海のね、私の得意技はいつでも矢野を見つけ出すこと。ね、好きだね、そういうの。なんだよな。矢野を見つけ、どこがいいんですか、このやっぱこの、はい、得意技が矢野を見つけ出すっていう、うん、この例えばね、みんな各自ね、こう能力を持ってるっていうね、はい、能力バトルだとしたらね、うん、矢野を見つけ出す能力なんですよ、この人。みんなの瞬間移動とか ね時間を止めるって能力になる、はい、こいつは矢野を見つけるっていう能力。ただ5年間見つけられなかったんですけど、ね、能力的には低かった。確かにそうダメだったけど、得意技なのに、こういうのはね、うんうんうん、いや僕でもこういうこと言う女の子好きだけどね、うん、なんかその自己陶酔してるっていうか、うん、ねえ不尊。ねえ不尊。ねえ、ねえ、それ不尊。不尊不尊っていう、俺がなんか弟子みたいだから。不尊。なるほどね。まあ、でも、でもこのセリフ自体は可愛いと思う。あ、可愛いですね。こんなこと言う子は。うんうんうん、逆に見つけてほしいね。確かに言われたらどう思うかな。うん、いや、バカだなって思うけど、可愛い子という、まあね、子の方が可愛いよね。うんうんうん、バカ可愛い。そう、バカ可愛い。バカ可愛い。バカだなって思うけど。なんか、お母さんのメス、なんだろう、見る。うん、メス、矛先、うん、矛先なんていうの、見方が違くて面白いですよ。いやいやいや、うん、いいんですよ、こういうのがね。なるほどね、ちょっと半笑いなのもいいですね。ちょっとね、いい的にしてる感じ、うん、はい、いいですね、とても。はい、はい、じゃあいよいよういちゃんの第1位やってみましょう。はい、まあ、もうこれは本当に皆さんここだけ見てもらってもいいぐらいの、はい、はい、ナナミが矢野の犬のララミと書かれたネームプレートを見て胸が痛くなるシーン。ララミと僕も1位ですね。あ、すごい。ナナミって、まあ、名付けてたシーンね、はい、うん、これ最初、はい、あの喧嘩をしてるんですけど、はいはいはい、そこでワンちゃんの名前何みたいな、うん、矢野が一瞬止まって、んララって言うんですよ、うん、そうね。で、ワンちゃんが駆け寄ってきた時のネームプレートを見たら、はい、こうナナミじゃないですか、うん、ララミってなってて、はいはい、自分のこととちょっと重ねてくれたんだっていうね、うん、まあね、ですよね、うん、いやだからそもそもね、やっぱ矢野がこの子を飼うっていうのもね、うん、結局高橋と仲直りしたいからね、犬飼い出したのは。そっかそっか、犬好きって言ってましたもんね、うん、あ、そうかそうか、そう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 、うんうん、そういうことね、引き止めるために、うん、あ、こんなにだから一生懸命だったんだ矢野はっていうことだよね、うんうん、そう、本当に好きなんだなっていうね、うんうん、どうですか、だってね、なんでララなのだろう、ナナミの蜂蜜でもいいじゃん、それこそね、あー、うん、そっか、うん、まあ響きじゃない、ハビキララミの方がいい、蜂蜜、うんうん、蜂蜜でもいいわけじゃん、なんでララなのかなってちょっと思ったんだけど、蜂とも呼べますもんね、うん、確かに、まあ、ね、でも女の子はね、蜂蜜はちょっとね、うん、かわいそうですか、多いじゃん、ナナミ、いや、これはやばいです、喧嘩してこれやられたらもう一生食べられない。犬使わなきゃいけないから結構犬がかわいそうだけど、確かに、うん、これはとても良かったです。皆さんぜひ読んでください。はい、ここだけでも見てほしい。ここだけでも。はい。じゃあ私。はい。福田さん。私これです。まあ、これは、うん、まあ、いつか僕もこれやろうかなって思ってます。まあ、言うけどそれ。はい。矢野がね、七海がこうね、
なんかいろいろこう、ななみすぐ心配しちゃうんですよ、うん、の旦那さんとどうだったのとかどうなのって言った時に、あのが過去に負けない、今作ろうぜ、絶対嫌んだよねえ、もうこれは言いたいなと思いますよ、ね、いいじゃん、やっぱ結構ね、過去を気にしてくる女性とかもいるわけじゃないですか、うんうんうん、それにはもう、どこって男の方が過去を気にしそうだけどな、過去には負けない、今作ろうぜ、いやー、まあでもこれ言われたらそうです、なんかちょっとごまかされてる気もしますそこ冷静なのね、あ、そう、まあ、ですけど、まあまあ、まあ確かにね、まあ、でも言われたらそうだねしか言えない、まあ、上手なことだね、なんかね、ごまかされてる感じなんですけど、まあ、そうね、うん、そう言われてみると急に安っぽいセリフに出てきました、うん、不安やって言ってもね、それはね、僕ね、分かるんですよ、やっぱ僕、人生を通してね、うん、安っぽいセリフしか言ったことないんですよあの、すごいね、感じることがあって、うん、はい、これを聞いてね、あ、すごいいいセリフだなと思ったけど、うん、俺も今ね、あのウィーちゃんと一緒で、確かにこれごまかしてるセリフなんですよね、うんうん、はい、だからやっぱあの、本当にあの男はやっぱごまかして生きてきてるんだなっていうのも感じました、ね、僕は今までずっとごまかしてたと思ってごまかしてるシーンばっかだったから、はい、まあ、セミナー、この矢野にキュンと来たよね、そっちに、あその気持ちわかるよっていう、そうそうそう、結局ね、ごまかしちゃうんだよね、まあ、矢野もだから隠し方下手なんだよな、あそうかもしれない、もっと上手い嘘つけばいいのに、そうそう、だから中途半端だから、大人にならないとわかんないで、やっぱ嘘にはね、やっぱちょっとだけね、10% ぐらい本当入れないとね、ダメなんですよ、あそうしないとね、その嘘として完成しないんですけど、すごい、いや、ね、本当、だから納得できる嘘全然ついてくれないから、矢野は、でも矢野ってそうじゃん、言ったらほしい誰だお前竹内でもねえよ矢野ってそうじゃんじゃないですか、でもあれは確かに高校生らしいなと思いますけどね、うんうんうん、嘘下手だなっていうのは確かに、過去に負けない今作ろうぜ、いいですあれですよね、あの七海が山本さんと何かあったでしょって、はいはいはい、ですよね、でもあれ私あの、まあ、山本さんと、はい、まあ行ってたじゃないですか、はいはい、なん成功、はい、成功行ってたって分かりますよ、はい、子供じゃないんだから、はい、あれってお二人だったら言いますか、はい、いや俺は言う必要はないなって思っちゃうよね、俺も言う必要ないと思う、いや別に何もないよ本当にって言う、なるほど、突き通すじゃん、うんうん、だから、うん、矢野の中途半端なのなんか結局山本百合にもちょっと優しくしちゃうっていうのがそれな、うん、中途半端なって思っちゃいますけどまあでもあのケースだったら、だからその山本とその七海が、うん、はい、まあ、知り合いのパターンじゃないですか、うんうん、そのパターンだったら言うかもね、その山本から知られるよりいいかなと思うから、あでも山本とその七海が知り合いじゃないパターンの場合は絶対言わないけど、確かに言いそうにないですもんね、はい、うんうん、俺でも山本がもし、ね、高橋にそれ言ったって聞いたら、うん、山本さんがこんなこと言ってたよって言ったら、うん、あいつマジ怖えじゃんって言うけど、ね、優しさの嘘ですよね、うん、そんなこと言ってんのっていう方に行っちゃうかな、そうか、いや私逆に言ってほしいタイプなんですよ、あ本当ですか、はい、こう嘘よりも、うん、それでも大丈夫です、例えばじゃあ、うん、全く同じケースで、はい、矢野みたいな人がうーちゃんにいて、はい、うん、うーちゃんまたチームメイトみたいな、まあまあチームやってたじゃないですか、まあ、はい、そのチームメイトの人と昔やってたって聞いたらどうします、うん、いや無理無理なんじゃん無理なんかそれはもうもっと無理よ、だってこれに関しては俺、うん、それだったら俺も言うかもしれない、ただの友達だったら、はい、ただその元カノの妹っていうのが乗っかっちゃってるから死んでる、それはもう黙っとくかなっていう感じ、なるほど、うん、うわめっちゃ無理、多分その子のことも嫌いになっちゃうわその子かわいそうじゃん、まあまあでもそれはそうだね、その子はだって普通にやってただけだもん、うん、いや無理だな、まあでもさ過去に負けない、はい、今作ろうぜダッセーなー言いたいんだ言いたいんだなるほど、はいはい、というわけでルブレキューシーご覧になったんで、はい、ぜひ皆さんも読んでみてください、お願いします、お願いします、さあそれでは今日の一ネタご覧ください、どうぞ、ゆうちゃん俺振られちゃったよ、満足、ざまあみろってあの時も言ったろ、高橋さんも案外ガッツないんだね、また慰めてほしい、二度とその手には乗らないよ、私今日ティーバッグだけど、雨ひどい、傘入れて、簡単ね、どうもありがとうございました